ハロー、桜橋庵です。ディシディアファイナルファンタジー NT の実況プレイを始めてまいります。今回はジェクトを使っていきます。通称親父ですね。 HP 攻撃はジェクトスラッシュです。で、このジェクトなんですけれども、遠距離攻撃がないんですよ、とある技を除いて。まあ、そのとある技も後々使っていこうとは思うんですけれども、そうでもないので、ジェクトの基本的な攻撃は来ないか、俺に振ってもいいんだよ攻撃。ほらいいんだよ、ほら、いいよ、いいよ振っても、これブロックしたいんだけど、来ないか、これ来てもいいんだよ、ほら、これブロック、敵の攻撃をねブロックするくらいできますね。これそうそう、これこれを成功させれば、EX スキルが2秒分溜まります、リキャストが。ほらそこ、よし、大丈夫、別に全然甘くはないから、いですごっ、いい、これキャンセルないかもいいですね、これ、おい、オッケーオッケー、たまた、オッケー、よし、危ない、おこれ、おい、吹っ飛ばす、危ない、これは、いいスピニングレンジを飛ばしたかったけど、おう、すごいよ、そこ、おい、あ、いで、あ、吹っ飛ばしたのが運の好きですね、おい、ちょっと、あ、ダメか、ブロックできなかった、この無線は余計ないよな、ブロックしたかったんですけどね、ちょっとタイミングが合いませんでしたね。ありがとうございます。助かったぜ。待て、ほら、ここ。おー、レッド。これで、ジェクトスラッシュ。ふぅー、やったぜ。これつけて。よいしょっと、これダメか。ありがとうございます。いやー、しかし、タイミング的には良かったと思ったんですけど、ダメだったか、さっきの。まあいいや、勝てたことには勝てましたし。よし。このジェクトシュートをティーダしか使わないですからね、お前も HP 攻撃で使いよって思うところあるんですけど、ね、じゃあ次行きましょうか。次、さてお次、ジェクトフィンガーです。上から下に落っこちていくタイプの HP 攻撃ですね。まあ、ただ前の方に若干消費波があるんで、意外と見た目以上には射程あります。まあ、ただ近距離なんでね、しっかり相手に近づいていかないとかすりますので、なんでノクト2人の向こう、しかし、まあ、いや、ナイフかなんか飛ばしてこいよ、ほら、どうせナイフ飛ばしてくんだろ、そこ、無理か、危ね、そこ、おい、危ない、そこ、どうしようか、おお、危な、これダメか、そこ、おいしょ、吹っ飛ばされるよな、これダメか、射精効果じゃ無理か、そこ無理か、これブロックしづらいな、そこよいしょ、でもキャンセル来たからな、そこ、おい、ダメか、てえ、ほんとに年取りをいたわれ、まだ40代なのにジェット、よし、おら、よし、おい、おい、OK、そこ、これでどう、当たりましたね、 OKOK、 そこ、ダメか、そこ、 OK、 そこ、いいか、危ね、おれ、これでどう、よいしょっと、よいしょっと、これもちょっとタイミング早かったか、ありがとう、くんじゃねえ、これでどう、よし、やりました、よし、そこ、いって、あぶね、これどうだ、よーし、当たりました、やっぱ勝利派を舐めちゃいけませんね、そこ、よいしょっと、さするかっての、よいしょっと、これどう、オッケー、やりました、ジャンプして当ててやったのが うまいこと決まりましたねよかったよかった、これ外したら相当ピンチだったと思うので、そう、ただやるだけだったらステップ量嫌いだけだろうし、周りからのそのね、横やりも入ってきそうだったんで、一旦ジャンプ挟んでからフィンガーやってみたんですけど、うまくいきましたね。はい、じゃあ次行きましょう。次、さてお次、ジェットメテオです。
相手に向かって隕石を落としていくって技なんですけれども、ジェクトの攻撃の中では唯一の遠距離攻撃です。まあ、とはいえ壁技術からも確定するんでね、まあ割とそんなに嫌がられることはない。まあ、むしろねこれ参戦当初バグありましたからね、そのせいでまあそこそこのね、よいしょ、これとどうしたんだい、来ないのかい、来ないならこっちからしてもいいんだよ、ほらほら、来ないか、そこ、おいしょ、これと吹っ飛ばしてと、そうだよと、これはさすがにいけるな、よし、ここおーし、やりました、ほれと、おい、ここ、何か、危ない、あ、痛え、剣先が当たっちまったか、ああ、どうしようか、そこ、おって、これで、はい、ドーンとね、まあ、ブレーキをしちゃいましたね、おお、チャージアンダーサイトで倒してくれるみたいですね、ノクト、ありがたい。ダムネーションっていうことはまだあれか、2つ目か、これとこれとこれどう、そこちょっと待って悪い悪い最悪だ、どっち狙おうか、そこやばい、ガードできない、これいいか、そこ残念だったな、よいしょっと、ダメだった、これな、あれなんかステップしたつもりがな、なんかダメだったか、これはい、ドーンってな、当たった音はしたんですけど、危なっ、よいしょっと、そこ、よいしょ、ふい、キャンセルすれば火力は純粋に上がりますからね、よいしょ、そう、このジェットキャンセルがね、やっぱりジェクトを使う上では欠かせない要素ですからね、これがなかったら多分近距離使うおっさんしかなかったからな、そう考えるとなかなか、これ出す無理か、ちょっとこれは前に出すぎちゃったな、ウォーリア危ないな、ちょっとさあこうやって進んでいって、おい、うまい、マジで、痛い痛い、まったくよ、おい、おい、ありがとうございます。助かりました。オッケー。いやー、息子に助けてもらいましたね、最後は。また稽古つけてやるよ。思ったんですけど、何の稽古でしょうね。まあいいや、次行きましょう。次。はい、お次、ジェクトビームです。まあ、ビームと言っておきながら、近距離攻撃なんですけれどもね。ただ、ビームには、ブレイブ判定があるので、相手をブレイクしつつ攻撃当てるなんてゲートも可能だったりします。よし、行くぜ。そこ？ほい。で、OK。よし。そこ？来てもいいんだよ、別に。そこ？ああ、終わっちゃった。どうしようか。どうしたもんか。そこ？そこ、おい、おい、いけ、いけないか、危ない、よいしょ、なんか閉じまりだぞ、そこ、おい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 、おき、これ出しておきて、で、一旦落ちて、よいしょっと、おい、危ない、これで、スキングレイジャーでもいいか、とにかくあれをどうにかしたい、一度行ってーよー、強いと止められるんだよな、だから早くエース止めたいんだけど、そこ、ここ、おいしょっと、これはダメだ、これはもうやられるしかないよな、とにかくエースを早いところ潰しておきたいな、いろいろ動画撮っても何度も何度もエースに潰されてるんですよ、さっきからは。ここ、おい、ほい、ほい、オッケー、
すごっ。オッケー。はいよ。よしよしと、ガードして。で、とりあえず、ブレイブは、荒稼ぎはしといたんで、あとは、体力少なめの誰かに当てれば。まあ、3200あるんでね。まあまあまあ。誰かにこれ当てれさえすればいいんだよ。なるべく孤立してるところにやってな。そこ無理か。お、当たらんか。そこそこダメか。あ、なんかひたひたしたんだけどな。そこ、おいしょ。おい、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 これが、そこ無理か。そこだ。オッケー、やりました。ガードして、スコールはそっちか。そこ、おい、おい、おーレッド、潰す。ダメージかやってもいい、この際。おー、いいですね。よいしょっと。なんか当てる。スコールか。もうこの際スコールどうでもいい。こいつ潰せれば。よいしょっと。当たってない、当たってない。いいですね。ありがとうございます。バルファーレに思いっきり助け合いちゃいましたね。ありがとうございます。ということで、ジェクトの実況をこれで終了いたします。ご視聴ありがとうございました。はい。では、また別の動画でお会いしましょうか。ではでは、アディオス。